産地心は、元、日本航空名誉顧問。東京都世田谷区出身。趣味、特技は、ゴルフ、社交ダンス。東京帝国大学工学部造船工学科を、卒業。さらに、同工学部第三類へと進む。1951年に卒業し、運輸省に入省。配属先は、海運局海運調査部。1961年7月に、 斉藤運輸大臣秘書官。1972年7月に総理府官房人事課長。1978年1月に鉄道監督局国有鉄道部長。1979年7月に鉄道監督局長。1981年1月から再び総理府に転じ、人事局長、総務副長官を経て、百八十四年七月一日に、 新設された総務事務次官に就任。1985年5月14日に辞任し、日本航空に移籍し、常勤顧問となるも、同年8月、日光ジャンボ機墜落事故が発生し遺族、保障問題に取り組んだ。同年12月に、同社の代表取締役社長に就任。1987年には、政府出資企業だった同社の完全民営化を実現させた。 1990年6月に副会長。1991年6月に会長となる。1998年に相談役を経て、2004年に名誉顧問となる。2005年5月27日午前9時、心不全のため東京都文京区の病院で死去。80歳没。ありがとうございます。